ちょっとむずいな。うまいな。これはめちゃくちゃうまいな、キルが。最初のキルがちょっとうますぎるな。よいしょ。エンタントス。一応ね、ローカルルールみたいな。なんか例えばボタンの回数をなんとかするとか、なんかこう独自で決めるとかいうのは、少なくともね、僕が設定するときは、やりません。先に断言しておきます。いろいろ案はあるでしょうけど。はいや。ピチタさんがアドビンの、入室管理とカードリーダーの間あたりで転がっておりました。アドミンそこなんか目撃者多そうな気がするけど。話しますね。全く言ったですね、アドミンには。千元さん、サントスさんは見ました。4人。はい。右かな、はい、私もクロスさん見た。はい、見ました。右の上の、ウェポンズ付近、O2 とナビゲーションの間までしか4人はいなかったです。そうですね。はい、そこに黒かぶりました。オッケーオッケー。そうですね、右行ったのは見えました。なので、多分そのタイミングだと間に合わないです、クロムさんも。私もアドミンにいたんですよ、途中。で、砂溜さんと一緒にいて。ですね。そうそう。で、砂溜さんが終わったと私もすぐ出たんですよ。で、そのままストレージの方のタスクやってたんですけど、その後に入ってきて殺されてるってことになるんだよな。私、多分ピカクロスさん目線だと砂溜はそのストレージに向かっていくのを見たんで、多分白いはずなんですけど、私目線だとビカクロさんが背後にいたんで、ちょっと一応反抗可能な気がします。そう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 、ビカクロさんが多分砂ザメさん目線だとそうなると思う、うん、先にじゃあアドミを出たのが砂ザメさん。砂ザメでだから、はい、私目線だと砂ザメさんが一応やってないかなってぐらい。わからない。魚さんの行動お願いします。はい、最初にカフェテリアの右のタスクをやり終えて、メッドベイに行き、血液検査みたいなのをやって、で終わってすぐにカフェテリアから左下の方の端っこからアドミンに入り、8体発見。 OK です。僕初手リアクターやって、最終位置はエレクトリカルです。ごめんなさい、ウェポンにいた人もう一回教えてもらっていいですか。ウェポンにいたのはゲン、センタンさん、クロムさんのはずです、初手は。あ、OK です。クロス、ゲン、サントス、クロムです。あ、はい、ウェポン私もいました。サントスさんもいます。あ、後半来ました。5人か。5人。じゃあピカさんか魚さんのセルフリポートかどっちか。そう、どっちかになる。魚さん、スナパイさん、エレクトリカル最終位置ですか。私も最終位置エレクトリカルで見てなかったので、現です。オートからナビゲーションの奥まで来ました。O2 とナビゲーションの間のベント使った可能性も全然あると思っていて、 O2 とナビゲーションの間で私、先端さんともう一方と別れたので、そのお二人のどちらかがベント使ってアドミンで殺したパターンも考えた方がいいと思います。あ、右側の人も候補にミュートにします。了解です。ちょっと絞りきれんね。アドミンだからな。いやー、勇気あるキルだな。魚さんのセルフレポート、シュッ！魚さんのセルフレポートもあり得るしね。なんとも。ジョータロウ。久しぶりだな、ジョータロウ。よし。じゃあエレクトリカルで奥やっちゃおう。ピッピッピッ。死んどる。死んでね。魚さん起こした。魚さんが死んでる。魚さん。そうでしたのにね。あ、すいません、ちょっと固まっちゃって画面いけてないです。魚さんだけ死んでます。じゃあ誰なんだよ、伊田さん殺したの。場所わかんないです。多分右側ではないと思います。あ、今ボタン押した。やっぱボタン押すと弱いな。多分左じゃない。多分左か、それか右上。これ、ごめんなさい、誰のエマージェンシーですか。クロスです。クロスさんで、OK です。アイコンでわかりますよ。
下位置が全く分かんないですか、魚さんの。はい、分かりません。今僕アッパーエンジンまで来てるんですけど、はい、エレクトリカル直したのが僕と砂ザメさんで、うん、でおそらくエレクトリカルの出口あたりに先端の影が見えたのと、ロアエンジンあたりでピカクロスとすれ違いました、うん、で、そのまま上に上がっていく最中にセキュリティの扉だけが閉まったんですよ、はい、なのでセキュリティの中で死んでる可能性があって、その場合犯人はピカクロスかなと思ってます。ああなるね、そうなるね、はい、うん、ただピカさんが魚さんを殺したらっては思っちゃうんですよね、ちょっと。なんかローラー位置にはいましたよね。そうだね。めっちゃもったいなくないですか？昨日ゲンがいらんこと言ったんで範囲広がった説もあるんですけどね。ああなるほど。ちなみにごめんなさい、最終位置スナパイさん、昨日の最終位置教えてもらっていいですか？市田さん殺しの時昨日の、それだよね。エレクトリカルに入って一ちゃん奥にたどり着いた瞬間で死んだ、終わった。完全に私と同じ位置だ。砂鍋さんって最後エレクトリカルで何かタスクやってました？タスクやろうと右奥に行った瞬間ですね、だったのレポート。ースナパイさん絶対いるはず。入った瞬間なので、もしかしたら砂鍋さんと入れ違いで入ったのかも。あ、入れ違いっていうか最終位置ギリギリ入った。はい、最終位置です。左から2番目ぐらいの位置に立ってましたよ。いやこれちょっと絞れねえな。これはピカクロスが怪しいかなって。砂鍋さんが先に出たんだっけ、アドミン。容疑者筆頭がピカクロスさんだったっけ、最初のアドミン殺人。そうそう。あー、オッケーオッケー。ないなって思いますか。ちょっとむずいな。うまいな。これはめちゃくちゃうまいな、キルが。最初のキルがちょっとうますぎるな。アドミンでキルする勇気ないけど、意外に穴場なんだよな、アドミンって。容疑者多くて。絞れないからな。もうそれをやる勇気がない。リスク、ハイリスク、ハイリターン、まさに。いや、うめえ、マジで。アクロス。あー、殺されるかな、これ。え？怪しくね？今の。黒白。なんか待ち構えてた感じしたけどな、今。ロカはクロムか。わあ、スナパイさんが死んでる？カエさんも死んでる。スナパイさん、え？ピカクロスさん一緒にいましたね、直前まで。途中まで一緒にいた。私シールドのタスクやってる時にスナパイさんがそのままコミュニケーションを抜けてる。まあまあ。本当に直前までピカクロスさんと一緒にいた。いた。いや、なんでさ、私のそばにいる人がどんどん死んでいくわけ？それはあなたがインポスターだからなんじゃないんですか、ピカさん。6人でしょ。いやこれもうピカさんに見せないかな。ピカさんは正直を落とさないと。いやダメ、あの位置が、いやちょっと待ってくれ。だけどそれをやられたらマジで負けるから、なんでかっていうと、追放一人もしてないじゃん今回。はい、1人もしてないから、はい、インポスターが2人残ってるので、ここで私が追放されたらまずいんですよ。でも今日は誰か取らなきゃいけない場面なのって。なんで私が確認したいのは、一番最初の市田さんの容疑者候補をもう一回絞りたくて。で、現じゃあその話をします。その時に私筆頭候補は千田さんだったんですね。千田さんしょっちゅうに東に行ったのを覚えていて、で現と別れた後に、まあ弁当使ってアドミンで殺したっていうことは不可能ではないと思いました。ただ今回の前回の魚さん殺人事件に少なくとも千田さん関与してないということを考えると、やはりピカクロスさんが今回一番黒くなっちゃうのかなというのが現の印象です。そう、私も千田さんそんなに疑ってなかったのが、私のことを先に喋るわ。クロムさんがね、ナビゲーションにいて一緒に会ってるから証明できる、それがないってことが。あ、ごめんなさい、ナビゲーションに会ったのは覚えてるんですけど、その後にから見えてないから、まあでも多分最後だから、一番だから僕は逆にクロムさんが弁当で移動したって可能性も一応考えてるぐらい。
ぐらい最後にあったからナビゲーションで。ナビゲーションどちらが先に出たんですか、その言い方だと。センターさんが先に出てます。いや、もう入ってなったと思うよ、なったのは。とりあえず今日は鶴見ですよね、意思決定として。複数の事件の容疑者になっている方から落とすっていうのが多分筋かなと思うので。いやー、ごめん、ちょっとこれ押すタイミング、死体発見したらよかったね、これ。ごめん、クロムさんだと思う。うわーっと、ごめん、頑張って、ちょっと、ま、ちょっと頑張ってくれ。ごめん、ごめん、ごめん。これね、うますぎる。インポスターがうますぎる、マジでこれ。マジか、これ。いや、ちょっと押すには。ちょっと待って。これバグなんでスキップで。はい、あ、はい、了解です。ちょっと押せたんで押しときました。ややこしくなるんで。ありがとうございます。はいはい、じゃあスキップ押します。全員投票で。あ、押すなら早くだな。でも、早くかもうちょっと遅くだな。悩んじゃったんだよね。それかも押さずにだな。ゲンさんのヘイトの巻き方ちょっと不自然だったけどな。これ、いや、どっちにしてもうますぎるな。終わるのか、終わるならもう終わるよね。にした、二人いるんだったらもう終わるはずだけど、一切れで終わるから。あんないのか。じゃあピカソ熱か、これ。で、クロムさん挙動不審になったんだよな。ちょっと気になるよね。あ、思い出した。今思い出した。けどまあ、昨日の議論でそれ持ち出しても、まあ、情報になんねえから。あざめさん。なんか待ち構えてた感あったよね。打ち落ちしてんのか。エンさんも今やんねえか。ちょ、確認していこう。すれ違ったっぽいな。ナイス、これはナイス。素晴らしい。いや、素晴らしい。サントスです。ナイスボタンすぎる。まあでも、死んでない。一応確定ですよね、さすがに。ピカさんがほぼ、ピカさんですね。一番落ちてると思います。もう2ロだったらもう噛めば勝ちなんで。何人殺したか分かんないですけど、ちょっと。クロスさん初紙とかもわけわかんないですもんね。1から2から。なんで、まあでも、市田さんもスナパイさんも多分、ピカさんかなって思って見てます。2枚は、で、クロスさん、魚さんがちょっと。死体値わかんないんでしたっけ、確かわかんない。あのコールで、そう、死体が発覚したからね。多分、でも、スナパイさんはピカさんがやってますね。市田さんと、スナパイさんはピカさんがやって、そうですね。もう、この中の一人が、ロスさんやってるって感じで。で、今出すんですけど、ロアエンジンに、の左下のタスクがあって、はい。行こうとしたら、クロムさんが上の方で、なんか、止まってなんかこっちを見てたんですよ。おあれは何だったんですか。ドラクエのスライムみたいな感じの行動を。様子を伺っているようだって。様子を伺っている。仲間になりたかったんですか、僕の。まあ仲間にはなりたいですね。さてはインポスターだな。いや、まあただ別にロアエンジンが一番怖いなと思ってるだけなんで。怖かったら上に行きません。上行くか。いや、上行きません。僕が、ロアエンジン、右側のドア入ったところで、なんか、チラッチラって僕の方を見て、左下行くのを待ってる感じだったんですよね。で、かつ、昨日の議論と結びつけると、ゲンさんがちょっと一瞬僕疑ったじゃないですか。
でその流れにクロムさんが便乗してピカクロスさんとゲンさんとクロムさんの3票を僕に入り落としてたんじゃないかなっていう。いや誘導されたの俺から誘導してなくないですか。先端さんが先に言い出したことじゃないですか。だってゲンさんが言い出したことですね。それに便乗したの乗っかった形がクロムさん。位置が分かんねえ。ゲーム後半では出してた。あ、スキップで。いやちょっと分かんねえですこの時点で。だからゲンさんを疑っているわけじゃなくて。タスク勝利もいけんじゃないのかな。現に西側にしかタスクないので、なんかあんまりタスクないよって方ついてきていただけると嬉しいです。私まだまだ残ってます。すいませんが。じゃあ一緒にご貢献さん。あ、OK です。クロムさんなんじゃないのこれ。いたぞ。なんとすげえ。なるほどね。ロアエンジンです。100セルフレポートじゃんこれ。いや今セルフレポートやったらめちゃめちゃ怪しいの。俺に決まってるじゃん。ほら今聞きました。今って言いましたよね。過去にやって今戻ってセルフレポートです。これ左からクロノさんが来てセキュリティ入って下に戻るのを見ましたね。え、なんかリアクターに正直クロムさん以外全員いませんでした。いました、いました、うん、いました。てかね、残念ながら3人でずっと動いてるから。はい。タスク終わりオフ会してました。ゲームまだちょっと残ってたんですが、これはクロムさんで終わりな気が。え、3人いたんですか、リアクターに。リアクターが割と3枚団子だったので、てかもう、最初から停電の時にちょっと僕が停電直し行ったタイミングでゲインさんとサントスさんが、セキュリティの横の配線やってたかな。だから一応僕にも容疑は多分あると思うけど。でサンタンさんと合流する前、ちょっと前ぐらいにサントさんと共にリアクターにゲームは行った記憶があります。そう。でもその時系列で言うと、僕が戻ってきて、クロムさんが来て、セキュリティ行って、クロムさんがロアエンジン戻ってるから、それやったら、僕だったら、クロムさんが死体発見してるはずだから、ゲンさんとサントさん視点も僕は無理ってことが間接的にわかると思う。今ちょっと入れてから後悔したんですけど、センターさんがキルした後にクロムさんが見せたケースってないですかね。ん？だから僕が、時系列的には僕ロアエンジン、リアクター戻り、クロムさんがロアエンジンから十字路に行き、セキュリティに行き、十字路に行き、ロアエンジンだから、僕が殺せたらクロムさんが見つけてるはず、絶対に。もっと手前でってことですよね。いや、停電した時に僕ロアエンジン行った時の話だから。で、ロアエンジンで直った。センターさんってボタン残ってます。いや、もう入れましょう、これ。4人だし。終わんなかったらもう一回押してで、私とゲンさんが城し合ってるし、もうそれでいいから、なんかもし終わんなかったら。終わん、まあ、ここでもう決めきるしかないです。てか、まあ、入れてるから。まあ、大丈夫だと思います。これあの、終わるでしょ。さすがに終わるでしょ。え、終わんなかった。じゃあ仕方できなくそがよ。今暗闇で死ぬ。終わるよね。大丈夫よね。終わるよ。終わった。よかった。ナイスー。3人いるの強い。ナイスー。うん。3人いましたねー。これは。しか見てなかった。あのインポスター目線ほぼ全員見えると思ったんやけどなー。申し訳ねー。先端さんともうゲンさんしか見えてなかった。じゃあサントさんに落ち着けるしかねえと思ったらサントさんもいたんですね。ました。オフ会を楽しんでました。これはでもね、めちゃくちゃキルうまかったけどな。中盤でね。うん、いやマジで分かんなかった。3人とも私、3人は私がキルです。普通に市田さんと魚さんとスナパイさんが私のキル。なるほど。クロスさんだけ。クロスさん。
クロスさんが殺した後にゲンさんが上に上がってやばいやばい下見つかると思ったタイミングでセンターさんにボタン押してもらったあーいや押したタイミング悪かったからインポスターにとってめっちゃ恩恵あったよな。あのそうです、私もスナパイさん殺した直後にボタンだったんで、おラッキーって思いました。あのね、コンマじゃねえやな、3秒早ければどっちも死なずに済んでた、いやごめん、いやマジで最悪だったよな。あのバグが出るってことはほぼ同時ですよね。だからですよね、ちょっと言わなかったけど、いやでもちょっと想定外だったのが、私クロスさんを SG 値にして初期追い出そうと思ったんですよ、追放して。そしたら、よしじゃあこれでスナパイさん殺したってクロスさんに誘導しいよと思ったら、クロスさんにバッテンついてて、あ誘導先いなくなった、ごめん俺死ぬって思ってあ、さかなさんもね、容疑者候補だったから、そうあれはもう一か八かにかけてみました。さかなさん死んでピカクロスだったらそれ本当にあると思うって言えるところにもなりましたし、殺せるタイミングでさかなさん来てくれたんで、まあ運が悪かったですね、その殺す対象の。クロスさん釣るまで結構怖かったですけどね、人形残したから。いやもう少しでも怖がってもらえたんだったらよかった。やっぱ下位置見分かんないとだいぶ白が作れなくって、なんか怖い。真ん中を押したときにね、死体が上がってないことのなんか安心感半端ない。安心感。あとやっぱ発見された時の絶望感、インポスター目線からすると。あれクロスさんじゃなかったとしてもピカさんはもう容疑者筆頭だったから、高田さんが死んでる時点で、だからまあ、そうなんですよ、どっちみちって感じですけどね。もう本当殺した対象の運が悪かったって感じだと思います ね。まあこればかりは自分の殺意の波動を抑えられなかったのがいけないのであれ初日どこでアドミンの近くでしたっけ、殺したの。アドミンです、アドミンです。そっか、アドミンで殺すとやっぱ弁当の疑いで右側にも容疑者作れるのか、いけるので。本当はもうちょっと後に死体発見してほしかったんですけどね、リアクター鳴らそうと思った瞬間に発見されちゃったんで、ああ往復したか魚さんと思ったんですけど、センターさんとクロムさんの最終位置がナビゲーションだったのが良かったですね。だいぶ弁当から距離があったので、ここで2人の人が拾えました。弁当が使いづらい位置にはいたのか、はい、アドミンでキルする勇気がすごい、マジで僕できない。そうやっぱでもアドミンっていい位置なんですよ、やっぱりあっちこっちに方向あるから、ね、そうハイリスクハイリターンって感じですよね。行き止まりだとどうしても弁当あるのか、弁当 あるし、あと通る人もめちゃくちゃ多いから容疑者を増やせるけど、うん、最悪のタイミングでキルしちゃうと速攻で終わるっていう、マジでハイリスクハイリターン。ちなみに弁当にずっと立てこもってるとどうなるんですか。ずっと立てこもりますよ。ああできるんですね。ただ1点だけ注意してほしいのが、キルクールタイム中に入っちゃうと、そのキルクールタイムが進まないんですよ。あ、なるほど。そうだからキルクール解消されたのに入って殺すぞって飛び出した瞬間キルクールだから殺せないとか言うと見られるだけになっちゃうので。なるほど、あ面白い、まあ、あとは入隊室を誰かに見られたらあれ出てこねえぞいつまでもみたいな弁当劇やつね